悪いな、こんな時間に。全然いいよ。どうしても直接話しておきたく。ちょっとドキドキするかな。どうするつもりなんだ。生徒会長に協力を持ちかけ。朝比奈先輩だね。ああありがとう。破格の条件だな。私たち B クラスが全員助かる方。そうか。軽蔑しないんだね。そこまでして一人を救う必要があるの。心配してくれたのかな。綾小路くんと話さなかったら。綾小路くんってしてすごい人は全くないぞ。だって綾小路くんってどうした。でもないの。何なんだろう。